ライフサイエンス統合データベースセンターの後藤と言います。我々J ポストというプロテオームのデータベースを作っておりまして、その紹介と、オミクス連携について少しお話したいと思います。で、J ポストのチームは、こういうメンバーでやってるんですが、京都大学の石浜先生を中心に、ウェット、バリバリのプロテオームの解析研究をやってるメンバーと、ドライのメンバー合わせたチームで開発しています。で、これ毎年開発合宿っていうのをやってて、今年の1月柳川でやった時の写真なんですが、その時にチップアトラスのこの次に話される沖先生も参加していただいて、こう共同で開発を、進めています。で、プロテオームのデータベースを、作るバックグラウンドとしましては、質量分析、装置の発展からですね、そのプロテオームの実験手法であったり、計測装置がどんどん改良されて、研究も進んで、データがどんどん出てきていると。で、そういう中で、実際そのプロテオームのデータを使って解析した結果を、論文として発表する際には、先ほどの PDB のタンパク質の立体構造であったり、それから塩基配列のデータと同様にですね、どこかデータベース、公共のデータベースにサブミットしないといけないという、公開しないといけないという要望がありますので、そういうことが簡単にできるような仕組み、それから、そういうレポジトリと呼ばれるそういうデータベースはですね、アメリカとかヨーロッパにも、あったんですが、日本からこうファイルを、質量分析のデータって結構大きいので、そういうファイルをアップロードするのにすごく時間がかかってたので、それを高速にするためのシステムが欲しいという要望がありました。で、一方ですね、そのバイオインフォマティクスやってる人とか、データサイエンティストからはですね、こういろんな実験でやられたデータをまとめてメタ解析をするために、データを標準化して扱いやすいようにしてほしいといったような要望がありました。それからまたその他のオミクスデータとも組み合わせて解析したいといったような要望がありましたので、そういう要望に応えるために、J ポストのレポジトリというデータベースをですね、実験研究者が実際にその質量分析をして、した結果を貯めておくための、アップロードするためのデータベースを作りました。で、一方ですね、こちらの方は、その質量分析の結果をからどういうそのタンパク質が実際に出ているかというそのタンパク質を同定するための手法を統一した方法で全てのサンプルを解析し直して新しくデータベースに入れるということをしまして、そのためのそのスコアとデータベースというのを作って J ポスト DB というところに今入れています。で、今日はこの J ポスト DB を中心にお話ししたいと思うんですが、まずその前にレポジトリについて、ちょっとだけ、紹介したいと思います。で、流れとしてはこうデータが出てきまして、レポジトリに入れて、そのレポジトリに入ったデータを、再解析して、共通の、プロトコールで、タンパク質を同定した結果をこの J ポストの DB の方に入れるという流れになるんですが、まずそのレポジトリの方では、2015年に始めたんですが、現在、これ今、476のプロジェクトと書いてますが、現在、500以上のプロジェクトがもうすでに登録されています。で、先ほどのその PDB と同じように、もともとアジア、オセアニアを中心に、データをサブミットしてもらうということで始めたんですが、ファイルの、アップロードがかなり高速にできますので、実はそのアメリカだったりヨーロッパのチームも、J ポストの方に登録しているという人も結構います。で、最近の開発としましては、こういうそのマス質量分析のスペクトルのデータから、一つ一つの そのスペクトルのデータに対して、これ、ユニバーサルな ID をつけるというのが、これ、国際的なプロテオームのコンソーシアムがありまして、そのコンソーシアムに J ポストも入って、共通の ID でこういうのが扱えるようにして、スペクトルごとにどういうそのタンパク質が出ているかというのを、ペプチドがアサインされているかというのを見ることができるような仕組みというのを作っています。それから先ほどの木下先生のお話にありましたように、糖タンパク質 その質量分析の部分ですね、その部分を、グライコポストというところに入れるんですが、これは J ポストで作った仕組みと、同じような仕組みを使
使って、まあ、共同で開発しています。で、その後の JPostDB の方ですが、まあ、これは再解析した結果を貯めて、その、ビューアーとかその解析ツールを提供して、一般の方に見れるようにしているというもので、この再解析の部分が今まだ、開発途中の部分もあるんですが、そういう意味で、まだデータとしては103データセットとそれほど多くはないんですが、サンプル的にこういうデータを使って解析ができるように今、しています。で、どういうことができるかということですが、一つは最初の、インターフェースとして、いろんなそのサンプルの情報をメタデータとしてきれいにキュレーションして、提供しているので、例えば病気であったり、生物質であったり、どういうサンプルかというのを、まあ、選んで検索できるようになっています。で、検索した結果、そのサンプルの、リストが出てくるんですが、そのサンプルをこう自分が解析したいサンプルをまとめて、グループ化することができますし、そのグループ化したものを同士を、まあ、2つのグループとか2つのサンプルを比較して、まあ、エンリチメント解析なんかができるようになっています。で、エンリチメント解析の例なんですが、2つの、データセットの集合を比較して、アップレギュレートされているタンパク質、それからダウンレギュレートされているタンパク質というのが、こういうそのボルケノプロットとして表示されて、そのタンパク質のリストとしてもこう表示されると。で、これをさらに、どういう、例えば KEGのパスウェイで、アップレギュレートされているものが出ているかと、それから GO の、機能カテゴリーのどの部分がより多く出ているかと。いったようなそのエンリチメント解析ができるような仕組みを作ってまして、まあ、この情報から、まあ、こういうそのネットワークの情報が見れるようになっています。で、一方ですね、そのサンプルごとではなくて、そのタンパク質それぞれの情報も細かく見ることができるようになってまして、これも一つのその中のタンパク質の情報なんですが、配列前兆の中で、そのマスとして同定されたペプチドがどれくらいどういうふうにマッピングされているかという情報が見れるということになります。で、それぞれのタンパク質、これ、リファレンスとして、ユニプロットの情報を持ってきてますので、ユニプロットの上で、例えばそのアセチル化されている部位であったり、リン酸化されている部位であったり、ミューテーションが報告されている部位といったものが見れるようになっています。で、今まではそのビューアーの、その概要なんですが、それに加えて、他のオミクスデータとの連携というのを今、できるようにしているところです。で、一つはそのプロテオゲノミクスというもので、そのプロテオームとゲノムを同時に決めて、変異が入った、例えばその、これではそのキャンサーセルラインって書いてますが、そういうそのセルラインの情報を、変異が入ったままゲノムを決めて、プロテオームも決めて合わせて解析してやりましょうというような、実験が、最近出てきてますので、そういうのに対応していくということをやっています。で、今ちょっとテスト的に、一番最後に話をされる、DB ケローというその、データベースで、ゲノムとかそのトランスクリプトームとかの情報が出てきますので、その、変異が入った、ゲノムから、変異が入ったタンパク質を同定できるような仕組みというのを作って、それを JPostDB に入れて、比較解析ができるようにしています。で、その結果ですね、例えばその、リファレンスを使っただけではきれいにマッピングできなかったんですが、変異が入ったゲノムを使うと、こういうふうにその、マスが同定されてマッピングできるといったような状態が見れるようになるといったような、ことができるようになっています。で、さらにですね、日本人の、ゲノムのバリエーションをですね、ゲノムの変異の情報というのを集めた、統合バーというものが今、DBCLS と NBDC で、共同で開発されていますが、そこにその、遺伝子上の、変異の情報というのが大量に載ってますので、その情報も重ね合わせて、タンパク質の変異の情報と、どういうふうに関係しているかというのが見れるような、仕組みというのを、提供しています。で、先ほどこのエンリチメント解析ができるようになっているというふうに言いましたが、これ実はチップアトラスって最初にお話しした、次の沖先生のお話で出てくるんですが、転写因子の情報が、これアップレギュレートされているタンパク質と、ダウンレギュレート
レギュレートされているタンパク質を同時に入れて、エンリチメント解析をして、そのどういう転写因子の部分に、そのよく発現しているところが出ているかといったようなところにつなぐことができるようにもなっています。で、現在、そのデータ、JBOSDB に入っているデータセットの数がまあ少ないんですが、ユーザーのデータを入れて、まあ、比較したいという要望もありますので、これ、現在開発中なんですが、JBOSDB のデータに対して、ユーザーが、自分で、プロテオム解析をした結果、そのタンパク質のリストと、まあ、その発現量の、テーブルを作ってもらって、それをアップロードすると、まあ、それを JBOSDB の中のデータと比較して、同じようにそのエンリチメント解析とか、発現比較の解析ができるような仕組みというのを現在作っているところで、これ、近日中に公開したいと思っています。で、まとめますと、プロテオム、JBOSD データベース、3つのパートからなってまして、最初が、1つ目がそのレポジトリ、それから2つ目が再解析のプロトコールを作る、それから3つ目が JBOSDB ということで、再解析されたデータがすべてこの JBOSDB の方に入ってきて、いろんな解析ができるようになっています。でオミックスデータ連携としましては、その、頭部タンパクのデータの、マスの部分を、マス量分析の結果の部分を、入れるためのレポジトリというのを協力して、当社のグループと協力してやってますし、チップアドレスに対してエンリッシュメント解析できるように、プロテオムの結果から、連携するようにしていますし、プロテオゲノミックスのデータを DB ケロンのデータとか統合バーのデータと使えるようにしています。以上、こういうメンバーでやってますが、最後にこのデータベース自体は、当然その JST、NBDC のサポートを受けているわけですが、プロテオム学会の全面的なサポートも受けています。どうもありがとうございました。